ターは第1回大会から僕をメインイベントで起用していただいたり、僕の戦う場所を与えてくださって本当に感謝しています。僕が勝つことはあるんですけど、負ける時もあるんで、その時に変わらずに僕を使っていただいて、そこには本当に感謝しております。その感謝の気持ちっていうのを、試合で表現したいんですけど、でもそれは全部自分のためでもあるんで、とりあえず今回対抗戦ですが、例えば日本人でも韓国人でも誰でも戦って過ごして立ち上がっていきたいと思っているので、よろしくお願いします。レッズは前回の試合で相手を見過ぎてしまって、あまり良くない試合をしたんで、今回はレッズらしく自分からどんどん攻撃して打倒局で相手を倒してほしいと思います。グラディエーターの強さを見せつけたレッツ、頑張れレッツ。